はい、こんにちは。毎度おなじみ業界探検クラブです。本日はですね、こちら CP プラスの会場に来ております。CP プラスというと、静止画のカメラのショーなんですけれども、今回はですね、今年から会場の端の方に、動画の専用のコーナーができるなど、だんだんちょっと動画寄りなショーにもなってきているのかなというような気がいたします。さて今日の、探検クラブなんですけれども、我々動画をやっているわけですが、動画撮影にちょっとあったらいいなというようなグッズを見つけてきましたので、そちらの方をご紹介したいと思います。どんな製品が飛び出すんでしょうか。それでは早速行ってみましょう。はい、本日はトーストテクノロジーズさんの、モバイル赤道儀っていうのを見つけてきましたので、ちょっとお話を伺いたいと思います。こちらプロデューサーの、竹本さんですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。我々ちょっと動画野郎にとっては、なかなか赤道儀っていうとちょっと馴染みが薄いものなんですが、ちょっと製品のご紹介をしていただけますかね。はい、我々の製品はですね、モバイル赤道儀というジャンルで、簡単に言うと自動的に星を追尾してくれるマウントです。ここに、自運台をつけて、カメラをセットして、ちょっと自動的にですね、これがモーターが入ってまして、星と同じ速度でトラッキングをしてくれます。それで星を、長時間録音でも、天井に映すことができるというのが、基本的な、機構になります。なるほど。これは写真を撮るときに長時間録音するので、その時にはもう星がどんどん動いていってしまうので、それを追いかけていくよという、基本的にはそういう装置なわけですか。そうですね。長時間録音すると線に星が映ってしまうというのはよくご存知だと思うんですけども、長時間録音すると星の光がものすごいたくさん、暗い星が明るく映りますので、ただ単に止めるというだけじゃなくて、たくさんの星を映すというときにも、利用できます。なるほど。動画的にはですね、タイムラプスでちょっとこういうものを使えるんじゃないかなと我々的には思うわけですね。よくタイムラプスカメラにももうそういう機能が積まれてますので、使ったことある方は多いと思うんですが、一度その固定でタイムラプスやるよりは、一緒になんかこう動くゆっくり動かしてみたいというようなニーズっていうのも多分あると思うんですが、例えばタイムラプスでこれを使いたいっていう場合には、どういうふうな、使い方が考えられますか。そうですね。こちらの製品はですね、赤道儀とは打っておりますけれども、基本的には多機能なターンテーブルとして我々開発しているんですね。なので望遠鏡ブースじゃなくて望遠鏡ゾーンじゃなくてカメラの周辺機器 の、 ゾーンになっているんです。で、例えば使い方ですけれども、こんな形でですね、赤道儀は、こんな形でですね、セットするんですが、タイムラプスの場合には2通りあります。まず水平にセットする場合で、ここにまた、カメラをつけていただくと、これが、速度で回転して、これで、タイムラプスにパンニングを、付加することができる機能です。でさらにアダプターをですね、別のアダプターを搭載すると、こんな形で、垂直に設置できるんです。でこれ結構珍しいんですけれども、これで、例えば地上と空の景色から、満天の空にガーッと、チルトアップするような演出が撮影できるというようなものになっています。こういう専門のアダプターが売ってるんですが、はい、市販のこういう L プレートで、バランスをシフトしてあげるとちっちゃい課題でも、設置できますので、地べたにこれだったら設置して放置して何台も置いておくこともできますよね。こちらの方はもうすでに発売済みということですね。はい。もうこれ3年ぐらい前から売ってるんですけれども、非常に人気でですね、オンラインショップ中心で売ってるんですが、いつも、売り切れ状態で皆さんにご迷惑かけてるんですけれども、そのぐらい今人気の商品になります。なるほど。で一方こちらの方は先ほどちょっとお見せいただきましたが、なんかこう液晶とかついてボタンもいっぱいついて、ちょっとなんかもっとハイグレードな感じがしますけれども、これ今回CP プラス2013で初めて公開したものなんですけども、我々のモバイル赤道儀の将来のいろんな可能性を追求したモデルとして、コンセプトモデルという形でですね、トーストプロデリシャスと、デリシャス、いやデリシャスというネーミングで今回参考出品させていただいたものなんですね。でこれはこっちが赤道儀でタイムラプスもできるよというようなものですけども、これは全く逆で、
タイムラプスができるんだけども赤道儀で星も撮れるよと。なるほど。ちょっとまた逆転な発想で機能的にも、違う、動画の方に特化した機能がたくさん搭載されているモデルになります。なるほど。ちょっとじゃあ我々的にはもうこっちの方が大注目なんですが、もうちょっと詳しく、ちょっとこれなんかメニューとかがありますけども、これはどういうふうに使いますか。そうですね、これ今斜めに置いてますけども、これは星を撮影するときのモードになってまして、星を撮影するときには極軸合わせといって地球の自転と回転軸の軸を、まあ、平行にしてあげる作業が必要なんですけども、まあ、従来はここにファインダーをつけて北極星を探してやらなきゃいけなかったんですね。それが素人には非常に難しいし、プロのカメラマンも星に接してないと非常に敷居が高かったと。で、我々はこの中にですね、まあ、GPS 加速度センサージャイロと、いうのを搭載しまして、ここに今数値がありますけども、0を3つ、すべての数字を0にセッティングすれば何も考えなくてもその極軸合わせが完了しますよと。で、この、ポインティングがですね、まあ、中心に来ればセッティングが完了しますよと。で、これはもちろん初心者にも、有効なんですが、例えば昼間日食を撮るときに、昼間北極星が見えないので、そういう時にも使えますし、北極星が見えないマンションのバルコニーとかそういうところでも使えるというのが売りになります。なるほど。でこれが今星のモードですね、はい、スチールのモードです、はい、で、これいくつかモードがついてるんですが、その中で面白いのが、タイムラプスモード、はいはい、でこのモードは、ですね、デュレーションとレンジ、これを設定できるんです。例えばデュレーションを、そうですね、簡単で2分の1H、30分、はい、それから、レンジを90度、うん、であとはエンターを押すと自動的に速度を計算してくれて、パンニングを開始します。おお、いいですね。いいじゃないですか。これがまあ基本的なタイムラプスの機能で、はいはい、さらに我々はこれにですね、スローライズ、スローダウンという機能がついています。スローライズというのはいわゆるスロー、ゆっくりと加速しながら低速に持っていくと、それから止まるときもゆっくり減速しながら止まるという機能で、これも時間をですね、カメラマンの方が自由に設定できるので、ゆっくりした、ボケ足で上がってくることもできるし、キュッと上がることもできると。なるほど。そういうのが機能になります。いいですね。いや、これはぜひものでなんか動画やろうにはもう絶対に欲しい商品だと思うんですけれども、こちらの方はまだ、プロトタイプということですかね。コンセプトモデルという形なんですが、はい、まあ、今回 CP プラスの4日間で皆さんからいろいろご意見伺って、まあ、どういうニーズがあるのか、それからこの機能で十分なのかっていうご意見を伺って、その上でまあできたら製品化に持っていきたいなと思っております。なるほど。いや、これはでも本当に期待できそうな商品ですね。ぜひ、近日中の発売をお願いしたいというふうに思います。